はい、皆さんどうもこんにちは、おとよしえです。ご視聴どうもありがとうございます。前回から少し始めたカジュアルなさらっとした内容を、撮っていきたいなっていうようなシリーズの第2弾になります。前回のね第1弾まだ見ていない方はそちらを見ていただきたいんですけれども、思っていたよりすごい見ていただけて、そしてたくさんのコメントをいただきましてありがとうございました。ちょっと前回のねおさらいをすると、まあパタゴニアが好きじゃないですか、僕ってね。そういう人がね、こうノースフェイスっていうね、こうライバルのブランドのことをどう思いますかっていうところをね、お話しさせていただいたんですね。そしてなんかいろいろ意見をね、あのコメントでいただいてね、いや本当に嬉しいです。ぜひこの前回の動画にねこう戻っていただいて、みんなのねこのコメントとかね意見をね見ていただくとね、すごいなんかあー確かに確かに確かにって、思えるような内容があるかと思います。でこうパタゴニア好きがノースフェイスのことをどう思ってるかっていうことよりも、パタゴニアとノースフェイスをねこう一緒に着るっていうのってどうなんでしょうねっていうところに対する見解の方がね、まあなんかこう盛り上がった感があったんですけれども、まあ混ぜるのを全く気にしない派っていうか、混ぜるのなんかもうそもそも問題あるのっていう派の人もいれば、いや絶対混ぜたらあかんっていう人もいれば、まあなんか僕みたいにちょっととこうブランドをあんまり主張していないものとだったら組み合わせてもいいけど、なんかちょっと気持ち悪いよね、どうしようかなっていうパターンだったりとか、まあなんかみんな様々あるんだなって思いました。でもそう方針は違えども、このコメントの中の節々のところに、あそれわかるそれわかるっていうところがね、もう共感ポイントがめちゃくちゃあって、面白かったです。結論としてはね、僕いろいろ考えてね、なんかこうパターンとかもね、なんかいろいろねこうまとめてみたんですけど、共通して言えるとこはね、なんかそれをね着ていてしっくりくるか来ないかっていうところなんですよね。機能的なところで喧嘩がするとか、サイズ的なところで、なんかこっちのブランドは袖が長めでこっちは袖が短めだけど合わせたらなんか内側の袖が出てきちゃうよねとか、なんかそういう細かいところっていうよりも、なんか嫌だよねとか、いや機能いいってさ、履き心地良くて着心地がいいものだったらブランドなんか関係なしに着たらいいんじゃないのっていうとこだったりとか、まあこうマインド的なところがね、すごい大きいんだなっていうのが、思いました。はい。で僕がね今日お話ししたいなって思ったのはですね、そのコメントの中にノースフェイスにね、たまに僕行くんですよ、パタゴニアに行った後にって話した時にさ、パタゴニア好きだったらパタゴニアのアイテム着てる率が高いじゃないですか。でそれでね、このまあ敵地っていうって、まあ、敵じゃないんだけれどもさ、ノースフェイスのストアに行く時もパタゴニア全身武装して臨戦態勢で行くんですかっていうコメントがあって、なんかうわこれすごいわかるわって思って、なんかねそれパタゴニアノースフェイスに限らずさ、なんかそこのお店に行く時にそこのお店のものを身につけていくのってどう思います？なんかちょっとさ、こっぱずかしい感ありますよね。特にこうなんかパタゴニアの帽子をかぶってパタゴニアのジャケットを着てね、それで僕はどちらかというとそれを着てパタゴニアのお店に入る時の方がちょっとなんか抵抗があるんですよね。なんかまあそれを着てさ、そっか、いやそれ全身でノースフェイスに行くっていうのも確かにな、なんかね偵察に来たみたいに思われる感があるのかな。なんかね、とりあえずなんかその全身武装して乗り込むのはちょっとなんか恥ずかしいな感はあるんだけれども、まあでも僕は結構やっちゃいますね。まあね、これなんでかっていうとね、絶対にねそこの店員の人はね、全身ねパタゴニアの着てる人が入ってきたとしてもね、多分何とも思ってないよね。入った瞬間はね、それ確かに思うよ。例えば僕がパタゴニアの店員だったとしたらさ、ね、自分全身パタゴニアの人が「うわ入ってきた!」っ
って思ったらさ、ね、わって思うよ確かにね、全身だからさ。でもまあ自分のところのブランドを全部着ている人だったらむしろなんかわって思うけど、まあでもいつも着ていただいてありがとうございますっていうような感じですよね、うん。じゃあ例えば僕がノースフェイスの店員で全身パタゴニアの服を着た人が入ってきたとしたら、いらっしゃいませって言って、あ、パタゴニアの人が来た、うん、確かに思うね、一番最初はそう思う、あ、パタゴニアのファンがノースフェイスに攻め込んできたって思うよね。で、あ、こういうの今パタゴニアで流行ってるんだね、そうなんだって、うん。まあ、ちょっと話しかけにくいかもしれないですけどね、なんか今日はなんかお探しですかっていうのもね。だけどもさ、彼らもやっぱりプロだからさ、なんかむしろあのそのね、なんか、全身着ててちょっと恥ずかしいって思っちゃう方が、なんか僕は自意識過剰にだなと思っちゃって、なんかそう思ってる自分の方があのなんか恥ずかしくなっちゃうんですよね。こんなちっぽけな、ね、僕みたいなやつがみんなからこうストアの人がみんな敵だってこう思ってるようにね、こうやってすいませんすいません全身パタゴニアでって敵地に乗り込んできちゃいましたって思ってる方が、そんなにお前は注目されてないよって思うんですよね。これ僕の意見、はい。日産のお店にトヨタの車で乗りつけるみたいな感じよね。全然別にいいよね、それね、いいよね。そういうのに関してどうですか、なんか抵抗あったりしますか、なんかあのあったら、コメントいただけると嬉しく思います。はい、また今日もね、ビシッとした感じのテーマではないんだけれども、なんかどうしても話したくてしょうがなかった、前回の動画で、いっぱいいろいろ言ってくれてどうもありがとうございましたっていうのさ、やっぱね、あのよかったらコメントお願いしますって言ってるんだからさ、書いてくれたらさ、なんかどっかでありがとうございましたって言わないとさ、ちょっとそれは不義理じゃないですかっていうのと、なんかそのね、全身武装で乗り込むんですかっていうのがあまりにもちょっとあのツボだったので、どうしても話したくて、でもいつもみたいにわざわざ、動画を作るほどでもないなっていうところがあったので、ここでお話しさせていただきました。はい、そんな感じで、最後まで聞いていただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。